お掃除講座。こんにちは、のぞみです。今回は2021年に私のぞみが使った洗剤の中からこれは良かったと思う洗剤をランキング形式でご紹介していきたいと思います。それでは早速第10位からの発表です。10位、花王ワイドハイタークリアヒーローラクアワスプレー。これは衣類用のシミ抜き洗剤で、液体タイプの酸素系漂白剤なんです。本当はお洗濯用の洗剤なのですが、お掃除用として愛用しています。粉末の酸素系漂白剤ならワイドハイターの粉末タイプ、過炭酸ナトリウム、オキシクリーンなどいろんな洗浄剤があります。でも液体タイプの酸素系漂白剤でスプレーのものってこれ以外には見かけたことがないんですよね。使う場所は布ソファーについたジュースのシミ、カーテンや壁紙のシミなど、普通の洗剤では落ちない、でも塩素系を使うのは色が抜けないか心配という時に使えます。9位、黒き真っ白。次は水で薄めて使うちょっと珍しい塩素系漂白剤です。塩素系漂白剤にはハイターやブリーチなんかがありますが、大体どれも液体タイプですよね。使うたびに水で薄めるので、お家で保管している間に塩素が飛んでいく心配がありません。さらに塩素特有の匂いが少ないのも嬉しいポイントです。本当は木製品に使えるカビ取り剤なのですが、普通の塩素系漂白剤と同じように除菌や黒カビ落としにも使っています。8位、花王マジックリン。次はキッチン用洗剤のマジックリンです。意外にも洗浄力は高いのにアルカリ度はそこまで高くしないで、溶剤や界面活性剤を組み合わせて作っているんです。容器のボトルや成分の界面活性剤を自社で作っているから洗浄力抜群なのに、お値段もお手頃なんですって。茂木さんも成分を見て、同じ洗剤を作ろうとしたらとてもこんな値段では売れないとびっくりしていました。高性能の洗剤がどのお店でも安く手に入るなんて嬉しいですよね。7位、クエン酸の激落ちくん泡スプレー。水垢掃除をするとき、クエン酸が溶けている方が手間が一つ減って楽ちんですよね。しかもこれは泡タイプなのに汚れに密着しやすいんです。びっくりなことに、泡で出てくるのに成分は界面活性剤が入っていないんです。スプレーの先に細かい網があって、この網をとろみがついた液が高速で通過することで泡状になって出てくるんです。こんなアイディア他では見たことありません。除菌剤も入っているので、お風呂の天井などカビを予防したいところの拭き掃除にも使えそうです。6位、酸素のアブク。次は粉末タイプの酸素系漂白剤です。服のシミを落としたり風呂釜掃除に使っています。よくある酸素系漂白剤との違いは、2種類の酸素系漂白剤が配合されていること。コートされていて水に溶けにくい過炭酸ナトリウム、コートされていなくて水に素早く溶けてくれる過炭酸ナトリウムが入っています。スピードタイプと持久力タイプの両方が働いて、つけ置き洗いしている間はずっと酸素が汚れに働きかけてくれるんです。5位、花王強力カビハイター。次はスプレータイプのカビ取り剤です。似ているものにカビキラーもありますが、前に泡の密着力の比較テストをしてみたら、強力カビハイターの方がずっと良かったんですよね。それ以降大きいサイズを買って愛用しています。お風呂のカビ取りはもちろん、洗面ボールの消臭、トイレの掃除、シンクの黄ばみ取りなど家中に使えますよ。ちなみに茂木和也シリーズにもカビ取りジェルスプレーがありますが、そこまで頑固でないカビや消臭程度の時は強力カビハイターを使っています。4位、花王バスマジックリン。こちらは毎日のお風呂掃除に使っています。お店に行けばいろんなお風呂用洗剤がありますが、これが一番成分がシンプルで、お肌にも優しい成分でできています。実は成分を見るとウタマロクリーナーと似ているんですよね。成分が中性なので素材を傷めてしまう心配がありませんし、お風呂だけでなく家中のお掃除に使えるんです。3位、クエン酸。
コスパもいいですし、持っておきたいアイテムです。やっぱり水垢や金属石鹸カスは酸性洗浄剤でないと落とせません。酸性洗浄剤には生ハゲお風呂用やトイレ用洗剤などがありますが、はじめは素材を傷めないように一番マイルドなクエン酸から始めるのがいいですよ。ちなみに裏技でバスマジックリンにクエン酸を混ぜるという使い方もあります。バスマジックリンが苦手なアルカリ性の汚れも1回のお掃除で一気に落とせるので楽ちんですよ。2位、ダイダイのしずく。これは頻繁に使う洗浄剤ではありませんが、レアで頑固な汚れを落とすときに頼もしい存在です。洗剤の分類としては溶剤で、シールのベタベタを取ったり、ボールペンや油性ペン、クレヨンの跡を落とすときなんかにも使えます。他にもソファーの色が壁紙に映ってしまった、玄関タイルにヒールの跡がついてしまったといった洗剤では落ちないような汚れもスルッと落とせますよ。お子さんがいるご家庭でも安心して使えるよう、天然由来の優しい成分で作られています。一つ持っておけば安心の洗浄剤ですね。1位、シャボンのあぶく。最後は無添加水石鹸、シャボンのあぶくです。水で30倍に薄めて使うのでコスパも良く、リビングダイニングの拭き掃除、お風呂、キッチン、トイレのお掃除など家中のお掃除に使っています。実は合成洗剤と違って石鹸は拭き残りがしにくいんです。さらにもしも拭き残りがあったとしても、皮脂に中和されて無害なものになっていきます。食品を扱うところや小さいお子さんがよく触れる場所の掃除にぴったりですね。いかがでしたでしょうか。洗剤には塩素系漂白剤、酸素系漂白剤、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、溶剤と大きなグループがあります。ランキングを振り返ってみると、それぞれのグループからランクインしていましたね。塩素系、酸素系漂白剤からは液体タイプと粉末タイプが一つずつランクイン。酸性洗剤には粉末タイプと泡タイプ、アルカリ洗剤からはマジックリンとシャボンのあぶく、溶剤ではダイダイのしずくがランクインしていました。そして中性洗剤としてバスマジックリンがありましたね。基本はこの10個でお家の汚れを落として、どうしても落ちない汚れがあるときはクレンザーとしてモテギカズヤやモテギカズヤキッチン用を使っています。皆さんの洗剤選びの参考になれば嬉しいです。それではここまで見てくださりありがとうございました。皆さん良いお年を。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。